どうも皆さんこんこにちは今回はストームワークスの武器 DLC で追加された武器の大きさを測ってみたいと思います武器の大きさは 3D モデルにエクスポートして測りますこの画面で F11 を押すと 3D モデルにエクスポートすることができます F11 を押してファイル名を入力するとエクスポートされます ファイルのパスはエクスポート時に表示されます。さっきエクスポートした 3D モデルをブレンダーというソフトで読み込みます。読み込んだら少し値を変えて向きなどを整えます。まずは本当に大きさが正しいのかを確かめます。 もし大きさが正しければ、このブロックは0.25メートルのはずです。縦0.25メートル、横0.25メートル、合ってますね。それじゃあ、最初はロケットランチャーに搭載されているロケットの大きさを測ってみましょう。 大きさは直径8センチ次は機関銃大きさは横 23mm 縦 20mm 形が六角形だから縦と横で長さが違うけど大体 20mm ぐらいですね次はライトオートキャノン翻訳では小型機関砲と書いてあるやつです。 大きさは直径40、mm、次はロータリーオートキャノン翻訳では中型機関砲横 30mm 縦 35mm これも六角形だから縦と横で長さが違うけど大体 30mm ですね次はヘビーオートキャノン翻訳では大型機関砲大きさは直径 74mm 次はバトルキャノン翻訳だと小型大砲大きさは直径1 2センチ。次はアーティラリーキャノン翻訳だと中型大砲大きさは直径2 2センチ。最後はバーサキャノン翻訳だと大型大砲大きさは直径4 2センチ。 以上で動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。